はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、前回飲んだ、宝焼酎のレモンサワーの別の味、極上レモンサワーの瀬戸内レモン、本当に甘くないあの酒場の果実感、厳選宝焼酎がうまさの秘訣、プリン体ゼロ、甘味料ゼロ、瀬戸内レモン果汁&エキス使用、果汁が 0.1% でアルコール度数が 7%。前回の、ここにあるんですけど、これが果汁 11% なんで、まさに、11% なんで、100分の1以下の、果汁の量。これすごいな。こっちは前回飲んだやつよか、果汁100分の1だぜ。すげえよな。いかにこっちが含まれてたかってわかるよね。で、原材料名がレモンとレモンエキスとレモンスピリッツ、括弧国内製造と、焼酎と糖類と酸味料と香料。繁盛店がこだわるレモンサワーの味わいを参考に、樽醸造熟成酒を厳選し、ブレンドした宝焼酎と、こだわりのレモンを使用した一クラス上のレモンサワー。瀬戸内レモンは、希少な瀬戸内レモンの果汁とエキスを使用した、すっきりとした甘くない果実感が特徴。いろいろなレモンサワーの味わいをお楽しみください。あ、前回のあれよか、色がやっぱ薄いっすね。色がやっぱり白濁そんなにしてない。では、前回のやつと飲み比べっていうかね、さっき飲んだんでね、今さっき飲んだやつなんで。それでは、ハイサワーグラスで乾杯！あ！これは、ん？あ、全然さっきのやつに比べて全然甘くない。うん。なんやろ、渋みがあるな。ああ。甘くない。うん。なんだろう、えぐみみたいなのを感じる。なんか、えぐいっすね。味が。うん。確かに前回のに比べると、焼酎感は明らかに増したんやけど、その代わりになぜか、浮き出てきたのか、えぐみが感じる。多分、なんなんやろな。まあ、あれなんやろな。レモンのえぐみみたいなのかな。お店でレモンをギュッと絞った味わいって書いてあるね。ホームページにはね。厳選宝焼酎だからこそのキレのある飲み応えと、瀬戸内レモンの爽やかな香味が織りなす甘くない酒場の果実感。焼酎へのこだわり、キレのある飲み応え、11種類の、樽醸造熟成酒と、瀬戸内レモンの、爽やかな香味を引き立てるレモンサワー用焼酎。はあ、で、レモンへのこだわりが希少価値が高く味わい深い瀬戸内レモン、ストレートコンダク果汁とレモンの旨味成分を凝縮して、抽出、瀬戸内レモンエキスと、レモンの美味しさを閉じ込めたレモンスピリッツ。
あ、値段で、あ、これ希望商売価格というか、価格低下？低下はこれが153円って書いてあるね。あ、結構高いんだな。俺120円ぐらいで買った記憶あるんやけど。いくらやったかな？あんまり、価格見てないんで。これが153円なんですよ。で、ちなみに前回飲んだこちらが、なんと、178円と、25円こっちの方が高い。はえー、はえー、やっぱりこっち果汁めっちゃ使ってたからあれなんやろな。コストがかさんだんやろな。こっちはですね、後味にえぐみが感じる。で、ぶっちゃけた話、瀬戸内レモンなんてのはどうでもいいんですよ、別に。ぶっちゃけ。ぶっちゃけどうでもいいんですよ。俺、瀬戸内レモンなんて食ったことねえし。で、その味もぶっちゃけた話。普通のレモンと瀬戸内レモンでどっちがうめえかって、多分、食ったことも食い比べたこともねえし。まあ、ぶっちゃけどうでもいいんですよ、これは。瀬戸内の希少価値が高いって。だからさ、希少価値が高く味わい深いって書いてあるけど、希少価値が高ければ何でもうめえってか、限らねえわけよ。まあ簡単に言うと値段が高ければうまいっていう、その、理論は、そんなもん存在しないんですよ。だから一般人は結構騙されるんですよ、そういうので。おお、これ瀬戸内レモン使ってるぜ。やっぱ瀬戸内レモンだよな。やっぱりレモンサワーは瀬戸内レモン。まさに瀬戸内レモンだよな。やっぱりね、レモンサワーのレモンって言ったらやっぱ瀬戸内レモンが一番うまいんだよ、これは。みたいな。そういったね、くだらねえ五択をね、並べる人間が多すぎる。マジで。んなもん知ったこちゃねえんだよ、ボケ。んなもんな、実際飲み、味比べたら絶対わかんねえ。なのはどうでもいいんだよ。な、つまらねえ五択なんだよな、ね。クソみたいな人間しかねえ。てか、そういう人間なんていうのは、酒の味なんてね、価格で判断するからね。酒の味を価格で判断するバカが本当に多い。特にウイスキーとかさ、安くてもうめえさ、ウイスキーなんて腐ることあるのにさ。まあ、あとはあれっすね。まあ、ここにも置いてあるけど、これね。これとかさ。まあ、だいたい、パンピーは、これをね、こういう4リッターの、焼酎を、なんかバカにするんだけど、これは結局値段が安いからなんですよ。だから結構バカにされるんですけど、でもぶっちゃけた話、居酒屋でレモンサワー頼んだらこれ入ってっからね。普通に。普通にこれ入ってっからね。これが入ってんだって。これがこの 25% ぐらい入ってるわ。20% か。20% ぐらいこれが、この焼酎が入ってるわ。そのレモンサワーに。これはあれだな。前回の丸おろしレモン、こっちに比べると。味がだいぶ下がったな。だいぶ下がった。まあ、レモンサワーとしてみれば、焼酎の味もまあしっかりするし、まあレモンの味もしっかりするんやけど。
なんやろな、この最後のえぐみが、この、えぐみやろな。最後のなんか、後味のえぐみみたいなのが、間違いなく残る。うん。これはちょっと外れに近いっすね。あんまりうまいかって言われると、宝焼酎の、宝焼酎の、焼酎ハイボールレモンの方がまだうまい。これはちょっとレベル下がりましたね。ちょっとえぐい。で、そう、宝焼酎でまだもう一個出してるのが、まだ俺買ってないのがあって。宝の、樽熟成ハイボール、焼酎ハイボールっていうやつ、以前俺買ったんですけど、これが名前変わったんだよね。以前は、なんだっけ、レジェンドっていう名前の、レジェンドハイボールみたいな感じだったんだけど、名前変わったんだよ。で、名前変わってから俺飲んでないですよね。で、なおかつ、これの濃いめがあるらしいんだよね。うん。アルコール度数 9% の、濃いめのプレーンっていうのがあるらしいんだけど、これがまだ俺飲んでない。割とこれが発売されてすぐ、名前変えたんですよね。なんで名前変えたんかようわからへんけど。うん。わからん。以前飲んだこの宝のね、このハイボール、タルチョゾ熟成酒の、ハイボールのレモンとプレーン飲んだんですけど、めちゃくちゃうまかったんですよ。うん。これめちゃくちゃうまかったんだけど、名前変わったんだよな。多分名前変わったってことはまずくなったんちゃうかな。ほぼ90%ぐらいの確率で、味変わってまずくなってる可能性が実に高い。うん。実に高いっすね。これ名前変わった、なんで名前変わったんだろう。樽熟成焼酎ハイボール。これ前はね、前はっていう言い方もありないけど。宝焼酎レジェンド樽熟成焼酎ハイボール。レジェンドっていうのが結構デカデカと、載ってたんですよ。これがだいたい半年前ぐらいか。半年前ぐらいに発売して、それからすぐ、半年後ぐらいに、すぐ味じゃない、名前が変わったっていうのが、それが気になるんだよ。これちゃうな。
あ、ありました。日本産経新聞。産経新聞、これ経済新聞か、これちょっと、経済、あ、ごめん、日本経済新聞だったか。産経新聞ちゃうわ。日経ですね。日本経済新聞の、記事によると、2018年3月の20日に、今日じゃねえか!あれ?これ違うのか?違う、間違えた。2018年の1月30日ですね。1月30日に、高橋酒造宝、樽熟成焼酎ハイボールのプレーンと、レモンと、濃いめのプレーンを発売と。3つ発売してるわけですよ。ほう。ちなみに、濃いめは、いわゆるアルコール度数 9% の濃いめはプレーンだけとなっております。また、当社の調べでは、樽熟成焼酎という言葉は魅力度、飲用志向が高く、お客様の購入理由になっていることが分かっておりますって書いてある。はは。すごいな、この、これを書いてるわ、すごい。へぇあ、書いてある。宝酒造株式会社は昨年9月に、発売以降ご好評いただいております、宝焼酎レジェンド、樽熟成焼酎ハイボールプレーンとレモンをリニューアルし、宝樽熟成焼酎ハイボールとして2月20日から全国で新発売しますって書いてある。ということは、1ヶ月前にこれが出たんですね。新しいのが出た。これは、あれやな。なぜ名前を変えたのかがちょっと怪しいっすね。怪しいっすね。これはあれやな。お客様相談センターに問い合わせるべきやな、これ。これはお客様相談センターにあれするべきやな。これは何か違うんではないか。中身は変えたんですかっていう質問をちょっと今度電話でしてみっか。これは怪しいっすね。怪しい。実に怪しい。これ名前を変えただけなんですかって、質問して、見た感じは、樽酒造熟成酒 20% 使用って書いてあるんで、パーセンテージは変わってないっぽいんですけど、ちょっとわからない。こればっかしは飲んでみないとわからない。でも売ってないっすよね。コンビニでも売ってなくなった。なぜか。樽熟成焼酎ハイボール。だっけ?僕はそんなにない。
まあ、これは、実に割と普通の、レモンチューハイ、なんか総合的に見て、なんかえぐみが感じるんで、そこが気になるんですよね。実に。うん。ただ、まあちゃんと焼酎のうまさもあって、で、それをプラマイで考えると、まあこんな感じかな。3233です。ご視聴ありがとうございました。